水柱、富岡義勇。誕生日は2月8日。年齢21歳。身長176センチ、体重69キロ。出身地は東京府、豊玉郡、野方村。趣味は詰将棋。好きなものは鮭大根です。物語の開始時に、炭治郎が初めて会った鬼殺大使であり柱。当時の義勇は19歳で、柱になったばかりでした。生殺与奪の剣を、他人に握らせるな。その一言から始まった義勇の演説は、作中で話すセリフの大半を、1話で消費してしまったと言われています。そのため、その後は寡黙な青年に。なんてことはありませんが、義勇も鬼に家族や友を奪われた身。鬼の怖さや情が通用しないということ。義勇はそれを、炭治郎に教えたかったのでしょう。義勇を驚かせる作戦を披露した炭治郎と、鬼で飢餓状態の禰豆子が、炭治郎をかばおうとしたこと。そのことから義勇は、炭治郎と禰豆子を生かし、育てである鱗滝の元へ向かわせました。そしてこの後番外編の富岡義勇外伝で、義勇は虫柱の胡蝶忍と行動を共にしています。忍は義勇のことを、天然土実子だと思っています。そのことがよくわかるのは、富岡義勇外伝。義勇は刀を腰に、人から鬼の情報を聞き出そうとしているのですが、まともな会話ができずに不審者として縄で縛られています。他にも犬に噛まれながら喋っていたりと、番外編では天然具合がよく出ています。富岡義勇外伝は、ウェブ版ジャンプのバックナンバーを購入すると見れるので、まだ見ていないという方は一度ご覧ください。そんな天然丸出しの義勇ですが、締めるところは締めるタイプ。戦いにおいてはスマート。加減クラスの相手であれば、いとも簡単に倒せてしまいます。そんな義勇の強さを際立たせているのが、義勇だけが使える水の呼吸、11の型、凪です。凪は、目に見えないほどの立ち筋で、鬼の攻撃をしのいでいるというもの。特殊な能力のようにも見えますが、実は物理的で単純な受け技となっています。しかしこれだけの速さの受け技、攻撃に転じることができるなら、誰も見切れない攻撃になるのでは？ふとそう思いました。凪の反対だから、しけ。しけとは、強風などの悪天候のために会場が荒れることです。ありえそうといえばありえそうだけど、水の呼吸、12の型、しけというのは、少しかっこ悪い気も。ちなみに、波の高さが4メーターを超えるとしけた状態といい、6メーターを超えると大しけ、9メーターを超えると猛烈にしけている状態と呼ぶらしい。凪の話に戻りますが、最強と思われた凪も、赤座の最強の術には通用しませんでした。赤座の最強の術は青銀乱残光という決起術で、ほぼ同時に100発の攻撃を乱れ打ちするというものでした。さすがに100発の攻撃を同時にされたら、義勇の凪でも防ぎきれないようです。それでも義勇は、致命傷になるまでのダメージには至っていなかったので、9割は防ぎきったと見て間違いないでしょう。そう考えるとすごいです。よくよく考えたら、凪って受けるための技だから、受け流しているような感じ。だからこれを攻撃に転じるというのは難しい。そんな気もしますよね。でも、どちらにしてもそれだけの速さで刀を動かせるのだから、より1クラスの攻撃の速さも可能なのではないか。私はそう思います。全集中、水の呼吸、12の型、しけ。